滝川和正とはどんな人？清須会議に間に合っても役に立たなかった。映画清須会議で結局清須城の会議に間に合わなかった滝川和正。コミカルな演技で笑わせてもらいましたが、リアルな滝川和正という人を知らない人が多いのではないでしょうか。そこで今回は最新研究から史実の滝川和正について解説します。大英5年に誕生。滝川和正は大英5年1525年に滝川和勝の子として生まれました。父は近江の国甲賀郡の黒人とも伝わるので忍者だったのではないかとも言われますが、続説で確かなことは分かりません。ただ織田信長に仕えたのは早く、新潮後期によると天文年間後期に尾張の盆踊りで瀬垣役を務めた滝川左近重が和正のことであるようです。このことから織田家不代の臣とみなすこともあります。伊勢北畠攻略に活躍。初期の滝川和正の活躍の舞台は伊勢でした。永禄11年1568年2月、伊勢の有力豪族の長野氏に信長の弟の織田信兼を婿養子に入れることに尽力している様子が見られます。これは伊勢の戦国大名北畠友則友房親子攻略の布石でした。同年の8月には和正は北畠氏の居城大川地城包囲に参陣。信長は大川地城の焼き討ちを命じますが、北畠氏は信長の次男茶仙織田信勝を養子に迎えることを降伏条件にしてきたので和睦に応じました。10月には津田和康と共に大川地城を受け取り、和正は阿野津渋見木造りの3つの城を預けられ城持ち部長になります。拡大していく活動範囲。以後の和正は幼い北畠信勝を補佐して伊賀の国の守護仁吉を降伏させるなど伊勢を中心に活動していきますが、そこに固定したわけでもなく、信長の上洛に合わせ山城西岡の国衆川島氏の取り次ぎ役を務めたりするなど忍者のように各地を横断しています。元亀4年1573年、将軍足利義昭挙兵に際しては佐久間信盛など信長重臣と連署で和睦を請う起請文を義昭周辺と交わしていて宿老のような扱いでした。同年には浅石攻めに参陣。朝倉氏滅亡後は明智光秀や羽柴秀吉とともに一時は越前支配を担当しました。天正元年1573年9月と翌年7月の伊勢長島一向一揆攻めに参陣し、一向一揆の殲滅後長島城に入城しています。越前一向一揆平定戦。天正3年の越前一向一揆平定戦では北畠信勝、神戸信孝、長野信兼の補佐役として津田和康、原田直政とともに派遣されます。津田和康、原田直政ともに北畠氏の関係者であることから、滝川和正は織田信忠に次ぐ地位にある北畠信勝の補佐として同じく北畠領の伊勢大湊の支配にも関与していて、織田家宿老として織田家の血縁者から絶大な信頼を寄せられていたと考えられます。和正は近江甲賀郡の支配にも関わり、天正3年の瀬田橋欄干の増立のために信長直属州を除く伊賀中の大工の派遣を命じられ、当地の神社間の騒乱の裁定にも加わっています。後の天正伊賀の乱でも和正は出陣していたことから、甲賀については浅からぬ縁があったようです。大和についても伊勢に近いことから北畠氏従属国衆沢氏の指南役を務め、原田直政戦死後には大和一国の差し出しを明智光秀と担当しました。武田勝頼を滅ぼし国持ち大名へ。このように伊勢周辺の実力者として織田家の宿老として順調に出世していた和正ですが、より大きな仕事が舞い込んでくることになります。天正8年1580年3月、北条氏政は2度目の使者を派遣して織田信長への従属を申し出ます。この時に佐久間信盛、滝川和正、武井清庵が関東州への取り次ぎ役に命じられ、関東州の攻略の先兵としての仕事に従事し始めます。翌天正9年10月、和正は徳川氏従属国衆の奥平光信に信濃の国境への砦構築を命じ、武田勝頼攻略の準備に入りました。天正10年、和正は川尻秀隆と共に武田領に侵攻し、3月11日
甲斐田野で武田勝頼主従の首を取ることに成功。論功交渉により神津の一国と信濃佐久小和方軍を与えられます。かくして滝川一益は苦節30年以上で国持ち大名へと昇進したのです。東国稽古として関東一円に睨みを利かす。滝川一益は馬屋橋を拠点に東国稽古という任に就きました。これは加賀で柴田勝家が任じられた北国稽古と同じで、関東と東北の諸大名に対して織田政権への服属を呼びかける役割を与えられたことを意味しています。そればかりではなく、一益には関東や東北方面の大名に対する外交権も与えられました。織田家に服属する大名は一益を通して織田家に服属するので、軍事統率権すら一益は握ることになります。これにより関東東北の大名までが続々と一益に使者を派遣してその支配下に入るようになります。この象徴的な出来事が北条氏が奪取していた下野小山氏の居城祇園城の返還でした。信長の総武事令のもと、一益は氏政に圧力をかけ、それに抗しきれなくなった北条氏は祇園城を一益に返却し、それを一益は小山氏に返還したのです。こうしてみると一益は信長の威勢を借りて関東で好き放題にしていたように見えますが、一方で有力な関東諸侯のメンツも立て、北条氏が形式的な主君として奉還していた古賀久保、足利義氏とその重臣柳田氏についてはあえて服属を求める使者を出さないなど、従来の支配勢力に対する配慮も見せています。本能寺の変での転落。しかし一益の栄光は本能寺の変で織田信長が明智光秀に撃たれたことで一気に転落に向かいます。東国稽古の力は信長政権の盤石さがないと維持できない不安定なものでした。一益は信長王子を一部の関東の有力大名以外には秘密にしつつ、国衆の離反を阻止しようとしますが、手のひらを返した北条氏直に神奈川の戦いで敗北、両国放棄を決意します。この際に佐久小和方国衆から人質を取り直して帰路の安全を図ろうとしますが、信濃の国衆の木曽義政に足止めを食らい、取った人質を返還、やっと木曽領を通してもらえますが、この頃には清須会議はすでに終わっていました。滝川一益はその後の静ヶ岳の戦いでは柴田勝家についていることから、清須会議に間に合えば柴田勝家に有利な行動をしたと考えがちですが、信長に守るように命じられた東国稽古には失敗し、神津や佐久小和方まで失い、北伊勢五軍しか所有していない一益に政治的な発言力はなく、仮に間に合っても役には立たなかったでしょう。清須会議後に剃髪隠居、落ち目になった一益の行動はどんどん裏目に出ます。清須会議後、織田信孝を後援する柴田勝家と羽柴秀吉の対立では、一益はもともとは織田信勝の補佐役でしたが、ここでは柴田勝家につき北伊勢の諸城を攻略を担当します。一益は奮闘し、攻め寄せた秀吉方の大軍7万近くを相手に3月まで粘り、柴田勝家の南進後も織田信勝と蒲生氏郷の兵2万近くの兵を長島城に釘付けにして頑張りますが、柴田勝家が静ヶ岳の戦いで敗れて自決、織田信孝も自害したことで一益は孤立。それでも一益は長島城で籠城して孤軍奮闘しますが、7月には秀吉に降伏してしまいます。これにより一益は所領をすべて没収され、京都明神寺で剃髪、朝山日常の絵を秀吉に陳情し、丹羽長秀を頼りに越前にて蟄居しました。その後北伊勢五軍は織田信勝のものになります。小牧長久手で奮戦するも援軍を待てず敗北。天正12年1584年の小牧長久手の戦いでは、一益は秀吉方につき、信勝方の久喜義孝と前田長貞を調略し、伊勢白子浦から蟹江浦に3000人の兵を揚陸。過去に没収された蟹江城から信勝方の佐久間信達を追放し、さらに下市場城、前田城を占拠します。当時蟹江城は海に面しており、織田信勝の長島城と徳川家康の清洲城の中間に位置する重要拠点であり、一益久々大手柄の予感でしたが、大野城の攻略は失敗。巻き返した家康と信勝の主力に下市場城、前田城を奪還され、蟹江城も包囲されました。
羽柴秀吉は数正救援に羽柴秀長、丹羽長重、堀秀政ら6万2000の兵を集め、7月15日に尾張の西側から総攻撃を計画していた模様で、ここが踏ん張りどころと数正は半月以上粘ったものの、援軍到着まで待てず、7月3日に力尽きて開城。さらに退去中に攻撃されて前田長貞が討ち取られ、数正は死ぬ思いで北伊勢に逃れる散々な目に遭います。7月12日以前からの約定により、秀吉から次男の和時に1万2000石を与えられ、自身にも3000石を与えられ、無一文だけはかろうじて免れます。しかし嫡男の勝忠は敗戦の責任を負わされ追放、柴田秀長に身柄を預けられることになりました。以後は戦働きはなくなり、織田信雄との和睦交渉に参加した後、北条氏との調停をしつつ、天正14年に62歳で病死しました。戦国時代ライター川嘘の独り言。長い下積み経験を経て、北伊勢攻略から着々と手柄を積み重ね、ついには関東管領クラスの大きな権力を握った滝川一正ですが、本能寺の変が全てを不意にしました。笹成政同様に明智光秀に人生を狂わされた一人と言えるでしょう。おまけに清洲会議後には羽柴秀吉を軽んじて柴田勝家につき、全ての所領を失い剃髪して隠居に追い込まれますが、次の小牧長久手では敗れはしたものの、秀吉から所領3000石を得て、なんとか没落して惨めに死すことだけは回避できました。でもかつての東国稽古の輝きに比べると、没落したという印象が否めないですね。